はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、本当に久しぶりに新しいドリッパーを開けます。一体いつぶりでしょうか。はい、こちら、均等のスローコーヒースタイル SCS-S01 ブリューア2カップスという、モデルのドリッパーでございます。なんかね、調べたんだけど、こんな感じの型番みたいな、なんか武骨な名前しか出てこなかったんだよね。今、C っていうなら、ブリューアなのかな？正直あんまり聞いたことないし、他のお店とかでも使ってるのは見たことないドリッパーなんですよ。まあ、むしろ逆にね、それで気になったんで、買ってみました。とりあえず開けてみたいと思います。よいしょ。ほっ。硬い。よいしょ、こうかな。ほいっと。お、シンプル。あ、これだけしか入ってない。おー。あ、重い。重い重い。はい、こんな感じの見た目でございます。なんかね、キン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 いう感じ。磁気でできてるんで、結構本当に重たいし、独特な質感がありますね。トゥルトゥルしてる。リブは結構長くて、上から、下まで引っ張ってありますね。穴も大きいです。多分ね、見た限りだと結構落ちるのが早そうなドリッパーですね。で、ちょっと小ぶりかな。うん、可愛い感じ。一応公式の写真でね、このスローコーヒースタイル同じシリーズの、金属フィルターですね。こいつを乗っけてもいいよっていう写真も出てるんですけど、うん、実際ぴったり合いますね。うん、使いやすそう。ただ今回はとりあえずペーパーフィルターでいきたいと思います。ペーパーの場合は塩水専用になります。うん、なんだろう、すごく質感がいい。ちょっと触っていたくなるこの重み、なんか男が好きそうな、ちょっとインダストリアル入ってるようないい感じのデザインですね。ちょっと説明書き読みましょうか。手作業で石膏を削ることで原型と型を作り、何度も試作して生まれた理想のフォルム。上薬釉薬には、鉄彩っていうのかなを使い、鉱物のような質感を与えています。ああ、なるほど、後からなんだねこれね。で、塩水系のステンレスフィルター、あとはペーパーフィルターをセットできますと。サイズ展開も一応これともう一個大きいやつあるんですけど、まあ僕は1人から2人用、このサイズしかね基本使わないんで、これを買いました。いや、なんか久しぶりにドリッパー買ったな。ずっとね、欲しかったんよ。だけどしっかりさ、じっくりさ、こういじり倒したいからさ、引っ越してからって決めてたんだよね。いいね。僕ほんと今までいろんなドリッパー使ってきましたけどね、こういった重みのあるタイプって、ごく最近買ったハリオの陶器製とか、あとはカリタのサガンドリッパーとかね、あとはセラミックドリッパーとか、意外にそんなに多くもないんですよ。中でもこれいいね。見た目結構、ビジュアル結構きてるな。まあ、取っ手がないタイプではあるんですけどね。でも、まあ、しっかりしてるからね、結構持ちやすい。ちょこっとしたこの出っ張りとかもね、手に引っかかっていい感じです。つるっと滑って落とすってことはそんなになさそうかな。ただこれはね、本当にレビューとか少なくて、 Amazon 見ても2つしかないんだよ、コメントが。だから前評判とかは判断しづらいです。とりあえず自分で使ってみたいと思います。まあ、均等製品は、ね、今までたくさん使ってきましたし、愛用して、かなり信頼はしているんで、これもね、大丈夫だと思っているんですけれども、まあ、それでもね、まあ、でもドリッパー全般に言えることかな。とりあえず今までいろいろ使ってきて、これダメだなって思ったのって、まあ、めったにないので、ドリッパーを使う上では多分大まかな傾向、落ちるのが早いとか遅いとか、あと材質によって保温性がどうだとか、あとはデザインによって自分のまあセンスに合ったもの、好きなものを選んだりとか、まあ本当好き好きで結構ある程度分かれば決めていいと思うんですよ。で、そのドリッパーをさらに使い込んでいって、こう慣れていって、さらにこう理解度深めていって、美味しいコーヒーがもう入れやすくなってくるというか。今回もね、新しいドリッパーをこう見てやろうというわけではなく、新しいドリッパー、新しいおもちゃとの出会いというか、どんな風にいいのかなっていうのを、まあ、見ていこうかなと思っております。よし、じゃ豆測りますよ。はい、今日はこちら、最近お気に入りのブラジル、マカウパでシーマっていうね、堀口コーヒーの結構しっかりめでキレのいい、フルシティローソの豆を選びました。これをそうですね、 20g くらい使って250とか一旦落としてみましょうか。初めてのドリッパーってね、こうやっぱり早い遅いがよく分かんないから、濃さの調節がうまくいかないことが多いんだけど、まあ、その場合はね、濃かったら差し湯すればいいし、もし万が一薄かったら次からはね、あの濃くすればいいし、その辺も楽しんだらいいんじゃないかなと思います。はい、それでは引きますよ。引き加減がね、とりあえずまあスタンダードに中引きでいいかな。ん？あ、コンセント触ってなかった。
うわぁ食べてよ、もう。はい、それでは行かせていただきます。よし。いや、このブラジルね、めっちゃほんといい香りなのよ。コーヒーだねっていうがっつり感。さあ、それでは入れていきましょう。おお、なんか揺れてる揺れてる。すごいね。結構ね、リブはごついですよ。膨らみがすごい。ペーパーフィルター入れたら結構浮きそうですね。よし。うん。あ、結構やっぱ小ぶりですね。ペーパーがかなりはみ出る。まあでもこのくらいいいと思うけどね、本当にドリッパーって。よし、じゃあサーバーは、同じく均等にしましょう。スローコーヒースタイルです。丸バージョンもあるんですけどね、僕はどっちかというとこっちの角張ってる方が好きです。まあ、実は均等はドリップポットも出してて、それはいろんなコーヒースタンドで見たりするんでね、そのうちそれも欲しいなと思ってるんですけど、とりあえず今回は、借りたやつでいきたいと思います。まあこれ相棒なんで許してください。よし、 OK。 今回は87度でいきたいと思います。いきます。全体にね、蒸らす程度にお湯を注ぎました。うまそう。食うもんじゃねえけどね。でもこのドリッパーの質感と相まって、いや、コーヒーがよりなんか渋い感じに見えるね。いいねいいね。いや、これかなりいいぞこのドリッパー。もうちょっとじっくりめに入れることも考えたんだけど、今回はね、ドリッパーの落とす速さとか自由度を見たいんで、少し早めに注いでいきたいと思います。さっさかさっさかいきましょう。うん、あ、やっぱり穴が大きいし、リブも深いから落ちるのは早いような気がしますね。あー、いいね。スローコーヒースタイルシリーズだけど、まあ、落ちるのはファーストって感じ。うん、いいじゃんいいじゃん。やっぱ塩水ドリッパーは注ぎやすいね。プロアマ問わず、うん、誰でも使いやすいドリッパーかなと思います。よし、今抽出が蒸らし合わせて3分10秒。よいしょ。はい、とても美味しそうに入れ終わりました。ドリッパーはこんな感じですね。はい、いい感じにすり鉢っぽくなっております。で、まあやっぱりね、均等で入れたわけですから、均等で飲みましょう。これはね、確かユニティっていうシリーズの大きいサイズのコーヒーカップです。下はノンスリップカーブコースターっていうのは別のシリーズなんだけど、この組み合わせがかなり気に入っております。じゃあいきます。よいしょ。へへへへへ。よし、オッケー、ぴったりサイズ。うまそう。いただきます。はい、というわけでね、とりあえず飲んでいきたいと思います。ちょっと鼻に入った。あ、おー、うめえ。うまい。うまい。うんうんうん。あ、濃さね、だいぶいい感じになりましたね。差し湯も調節も多分いらないと思う。うめえ。コク深い。落ちるの早かったけど、やっぱ豆がね、しっかりしてるし、むしろ逆にこう重くなりすぎないようにしっかり早めに落としてくれたのかなって感じもするし、多分傾向としてはハリオとか折り紙とかと同じく、まあ、塩水ドリッパーで穴が大きくて、まあ、リブもしっかり入っててってことで、自分がお湯を注げば注ぐだけ、早く落としてくれる、調整が効く
あんまりこう遅くなりすぎて重くなりすぎたりとかしない、まあ、入れやすいドリッパーかなと思いました。で磁気性なんでね、先に湯通しとかすれば、保温性もかなり上がると思うし、おあまだあったかいですよあいいねいいね、この質感本当に、うん、この武骨な感じのコーヒースタイル好きよあこのガラスとそのまま合わせたら、あこれもいいね、この相性もいいね。ガラスと焼き物系ってほんと合うんだよね。陶器もそうなんだけど木もいいしねコーヒー器具ってやっぱときめく要素いっぱいあるよね楽しいよねうん、あーうめえ、うん、本当にあの期待通りね、いい感じに、コーヒーを入れてくれる、すごく使いやすいドリッパーでございました。同じ均等性ってだけあってね、このスローコーヒースタイルの、金属フィルターもぴったりはまるし、いろいろ汎用性もあるし、いいドリッパーかなと、コスパいいかなと思います。価格が今現在だと Amazon で2200円ですね。まあやっぱり焼き物なんでね、普通のプラ製とかよりはしますけど、そんなにまあバカ高くないかなと思いますんで、飾っておいてもね、絵になるし、すごくいいと思います。どうすかどうすか、まあ、気になった方はあの概要欄からチェックしてみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、新しいドリッパーのご紹介でございました。久しぶりになんかこうコーヒー欲が高まったね楽しいねこれやっぱり。はい、というわけで、また次回お会いしましょうじゃあね。今夜はこれ見ながらコーヒー飲めるな